しんいちくん、しんいちくんってば。さあ、誰でしょうね。わかんないの？ほら、あたしよ。りょうこ。おはよう、しんいちくん。そう、慌てないでよ。まあ、しんいちくんってば、ずいぶん釣れないわね。ご無沙汰ね。元気そうじゃない。あら、聞きたいの？聞きたい？本当に聞きたい？やれやれ、仕方ないわね。それはね、秘密。まあ、いいじゃない。あら、言ってくれるじゃないの。それは初耳ね。どうかしら？私は覚えがないけど。ま、言うにこと書いて毒牙だなんて。ちょっと、ひどい言い草ね。あら？それって、私のせいかしら？どうかしら。私はそうは思わないけど。
いいえ、全然。どうだっていいじゃない、そんなこと。あら、分かってんじゃない、案外頭いいのね。いいじゃないの、別に。新一くんだってずいぶん楽しんだはずよ。まあ、とぼけないでよ。エッチの話に決まってるでしょ。そうよ、新一くんこそ糾弾されるべきじゃなくって。言い訳無用よ、新一くん。そう、まさしく新一くんこそ真の偽善者。まあ、よく言うわね。ほんと、味知らずにも程があるんじゃなくって。なあ、何か言い分はあって。どう？何か言い分はあって。どう？どう？何か言い分はあって。よろしい、物分かりのいい子って大好きよ。まあいいじゃない。あら、分からないの。決まってるでしょ、ギンギンに張り詰めたその。あら、どうしたの？あ？な、何よ、やぶから棒に。あればはっきり言いなさいよ。
よ。行ってごらんなさいな。ほほん、それはどういうことかしら。あっそう、それで。私に喧嘩売ってるわけ？叫んじゃないよ。あのね、しんいちくん、あなた立場っていうものが分かってる？あんたはね、この私御堂涼子に絶対服従の助手、いや奴隷なのよ。そうよ、新一君は一生私の下僕として儚い人生を暮らす運命なのよ。お黙り。新一君には私の奴隷がお似合いなのよ。わかった？嫌ですわ、変なことおっしゃっちゃ。しっかりしてくださいな、みすずですよ。大丈夫ですか？ずいぶんうなされていたようですけど。
しんいちさん。大丈夫ですか？すごい汗ですよ。まあ、それはそれはいけませんわ。悪夢にうなされるなんて。新一さんたらいつも悪い夢にうなされておられるんですか？それは大変。よろしかったら神父様にでもご相談されてはいかがでしょう。いいえ、よくありませんわ。私、いい神父様を存じ上げておりますのよ。ぜひご相談なさってはいかがでしょうか。それならいいんですけど。でも本当に大丈夫なんですか？まあそうなんですか。人が心配しているのに。え？でも面白いから許して差し上げますわ。あらやだ、忘れてらっしゃるの？ほら、今日は大事な仕事始めの日じゃないですか。ほら、ご紹介した女子校の。そうですとも、いけませんわ、お忘れになっちゃ。おかしな新一さん。まあ、張り切ってらっしゃるのね。新一さんなら大丈夫ですわ。何せ、あの大学を首席で通された方ですもの。女性ばかりの学校ですから、何かと大変でしょうけど、頑張ってくださいね。まあ、頼もしいお言葉、その息ですわ。まあ、新一さんたら。そうそう、大事なことを忘れていましたわ。娘も新一さんと同じ学校に通っておりますのよ。そうなんですの。ですから今日は学校までご案内させますわ。
ならどうかなさいまして。はあ、でも。ほんと間が悪くって、ちょうど親戚の家に遊びに行ってましたから。でも今朝帰ってきましたのよ。ですから後でご挨拶させますわ。ちょっと呼んできましょうか。なさいました。ええ、そうですわ。あら、やだ、しんいちさんたらお上手ですこと。こんなおばさんを捕まえて冗談なんて、困った新一さん。もう困った人ね。いけませんわ、冗談はよしてくださいな。新一さん、ちょっと、実は娘のことなんですけど。うちの子、親の口から言うのもなんなんですが、ずいぶんおてんばなので。はい、驚かれると思いますけど、気を悪くなさらないでくださいね。じゃないんですけど、ちょっと変わり者で。少し姉に感化されてまして。いえ、昔少々勉強を見ていてもらっていたものですから。そうなんです。そうしましたら姉の影響で最高なんとかに凝ってしまいまして。まあ特にどうというわけではないんですけど。はい、私の言うことなど聞いてくれなくて。手を焼いておりますの。新一さん、私どうすればよいのでしょうか。でもあまりに専門的すぎることなので、娘には早すぎるのではないかと。
ですけど、でも親一人子一人の家ですから、何かと行き届かないことが多いのが心配で。そうでしょうか。まあ新一さんったら。からかわないでください。もうしょうがない人。おかげで少し元気が出てきましたわ。ありがとう。優しいのね、しんいちさんって。まあ、そうなんですか？もう本気にしちゃいますわよ。ねえ、しんいちさん。私ね、しんいちさんのことがずっと。しんいちさん、あの、私みたいなバツイチ女ダメですか？ねえ、私のことどう思ってらっしゃるの？もちろん、なんですの？もちろん、その続きは。しんいちさん。私がですか？あの、私、しんいちさんとなら。いや、恥ずかしい。いやいや、お願い。これ以上は言わせないで。わかるでしょ？女に恥をかかせないで。はい。
新一さん、お願い、私はもう、あっ。